Thank you.
はい、おはようございます。ブラックフライデーね、もう限界よ。はい、こんな感じ。今日は今日のお弁当こんな感じ。今日はね、炊き込みご飯でーすね。うーん、秋だね。雪降ってっけどね、ダーンとね、肉なんかね、さ、この、あの、今日ね、あのね、今日、水菜をね、この、緑に使おうと思って失敗しました。あと、ちくわチーズにね、豆苗の葉を入れたんですけどね、青臭くてダメだね。合わない。うん。で、水菜はね、すごいヘタるね。うん。ヘタる。なんか立たないっていうかね、このくたっとなってしまう。これね、水菜と豆苗は弁当には向かわないという結論でございますけども、こんな感じ。パセリだね、緑はね。パセリ、レタス系だね。シャキシャキ感がね、いいね。はい、というわけで、皆さんもね、いろんな野菜を試してみましょう。時間取られただけだった。ありがとうございます。引き続きまして朝ごはんでございます。どうぞよろしく。はい、どうも、おはようございます。お疲れお疲れ。さっき言ったか、朝ごはんこれ、ね、今日は生ハムでーす、ね、安かったから買ってきた、生ハム。今日はね、全体的にちょっとピンキーな朝ごはんでございます。こんな感じ。目玉焼きはね、まあ、目玉焼き飽きてんじゃねえのっていう声ありますけどね、卵焼き食わないんだよね。卵焼き食べないんだよね。しょうがねえじゃん。というわけで、はい、こちらお弁当はこうです。なんか今日は地味。今日地味だね。地味だね。まあでもね、中身はね、ハンバーグ2枚も入ってますからね。まあそこそこなボリューミーな。ね、冷しゃぶにハンバーグにシューマイ。まあね。でもなんかね、今日気合入んなかった。なんかやっぱね、疲れてんだと思うね。もうね、もう俺ある意味ブラックフライデー、ね、サンクスビギン、言えない。はい、ありがとうございました。いや、もうそろそろね、もう飽きるわ。飽きるな仕事。でも頑張るぞ。ね、頑張るぞ。ありがとうございました。またね。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。
おはようございます。今日のお弁当、昼食、朝食でございますけども、はい、焼きチャーシューですね。お昼組は、はい、そして朝食はまあお弁当の中身を並べただけという、はい、嫁ちゃんね、トマト大好きなんでね、でかいの2つ入れてありましたわ。そしてお弁当です。こんな感じ。ここかな。ハンバーグに、まあ、焼肉、まあ、肉、まあ、野菜も魚も食べないからね、こんな感じです。どうもありがとうございました。またね。
お疲れ様。よいしょ、今日のご飯、お弁当よ、今日は黄色入ってるよ、スコッチエッグ。嫁ちゃんのはこれ、ずりし。そしてやつらのお弁当はこれだ。よっ、今日は黄色も赤も緑もあるぞ。どうだどうだ。よいしょ、今日なんか決まったんじゃなかろうか、ね、よっ、締めて14個、ね、一人ね、なんかあの脱落しそうなので弁当が1個減りました。はい、ねえ、大丈夫かな。さあ、胸付き八丁押し通る朝ごはん。はい、お疲れ様です。朝ごはん今日豪華、今日豪華じゃない、はい、今日は食うことあると思う、ね、どうさよいしょ、こちらお弁当固めたやつ、うん、こっち向け、はい、こっち向け、はい、どうも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 、こんな感じです。どうすん、今日も決まったんじゃないですかこれ。今日もこれ意外と決まったんじゃない、赤、黄色、白、茶色、緑ね。今日はね、オールカラー、うん、ね、まあもうちょっと強い赤がね、一箇所茶色の真ん中に入ってもいいかも ね、 うん、ね、弁当とは食のジオラマである。よいしょ、いやもう街を作る勢い、ね、もう弁当の中にね、弁当箱の中に街を作る感じだよ、うん、ね、今思いついていってるよ。さあ、お疲れ様でした。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね、よろしく。